では次紹介しましょう。はい、菊池さんが少年魔術師インディを紹介してくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、今回はですね、今までこうちょっとずついろんなところを紹介してきたんですけど、その中で、シナリオのこのゲームの特徴の一つにパラレルワールドというのがあるんですよ。はい、これは今画面上に出てるのが一番最初の街なんですけど、そこでですね、ここに街に入ってみましょう。はい、あの僕が、ラドネイ、こうよく街並みを見ててください。結構、のんびりとした街並みなんですが、ここにですね、ストーンサークル、これがこのゲームのネックにキーとなるんですが、この光り輝いている石柱に、と違う時代にワープすることができます。ああ、なるほどね。で、これが、先ほどのエクトロイという時代より100年ほど昔のウラエールという。実際に見ると街並みは似てるんですけど、まだ道がなかったり、ちょっと海岸が変わってるんですよ。あれはワープしたわけですもんね。では入ってみましょう。あ、本当だ。もっと寂しくなってるんですよ。話してみると、ここはラドナの村と、まだラドネイにもなってないんですよ。なってないわけです。昔ってことですよ、ね、名前もね、まだここに酒場があったり、こちらにこう道具屋があったりと。なるほどね。こう外観は似てるんですけど、こう100年も昔だと。で、こういうこっちの方で事件を起こしていくと、100年後のまたタイムワープをして、そっちの時代に戻ると、また実は今までなかったことが100年前に自分がやったことによって、また新しく。なるほど。そういうのがインディの魅力の一つ。未来を変えちゃう。なるほどね。時間を超えてこう遊んでいくという、これは面白いですね。わかりました。どうもありがとうございました。はい、さて、今週最後は少年魔術師インディ。原作シナリオ井上直美、キャラクターデザイン藤博士など、豪華スタッフが話すマジカル RPG。 魔力を秘めた様々な役種を集め、それを神秘の法則に従って魔法陣城に配置し合成していくという超こだわりの魔法システム。マスターした魔法が炸裂するとき、新たな世界が幕を開けます。